こんにちは、ケイシです。山本です。今回なんですけれども、はい、僕がいつになく、うん、ちょっと可愛い感じのテントサイトを用意したんですけども、はいはい、スペシャルゲストが来るということになって、どうしたらいいですか。猫好きのエッチのおじさんです。失礼、私の猫です。やったー、よろしくお願いします。嬉しい、憧れてました。いつも見てました。こんな日が来るとは、こちらこそです。めちゃくちゃすごいテントを設置してくださって、もう何にもしてない私、ありがとうございます、はい、今日はもう姫が来ると聞いて、僕らも今日は普段こんな綺麗なサイト作るんですけど、姫プレイ、姫プいいな、なんかいい日が。ちなみになんですけど、はい、僕らの動画見たことあります？もちろんです。もうしずりさんファンで、いつもご飯食べるときに見ると美味しくなるんです。ありがとうございます。本当に美味しそうに、あと普段から太っているとか怒っているって使ってしまってます。うわー、嬉しい、ありがとうございます。ただすごく覚悟してきたんですけど、徳井さんとコラボされてた冒頭から下ネタだったんでガクガクってなってたんですけど、そんなことありました。僕らのコンプライアンス研修受けてるんで。受けてた、あれ。今日は真摯に。本当ですか、はい、中川さんをおもてなししたいと思います。紳士の姫プレ、よろしくお願いします。はい、姫プ始めていきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。レビュー、うん、最高、空気が美味しい。中野の空気と全然違う。中野の空気美味しい。そしてマヌルネコ、いや、そうなんですよ。これ2個持ってるんですよ。2個、僕これもともと持ってて、うわ、うん、これ今中川さん、なんてお呼びしたらいいですか。あ、何でも、確かに困りますよね。ショコタンでも、ショコタンと呼ばせてください。あ、じゃあ僕はショコで。これ動画見させてもらった時にマヌルネコがいて、そういるんです。わ、俺と一緒だってなって、今日は縁がありましたね。持ってった方がいいよって、そう、ね、持ってきました。だからなんかそのもう最初の AT フィールドがほぐれました、これのおかげで。キャンプするときっとね、はい、なんか仲良くなりますよね。なりますよ、絆が深まってしまいます。本当に私もう生粋の引きこもりだったので、中野区の外あんまり知らないまま来てきたから、本当に今日何かお手伝いできることとか、はい、やれたら嬉しいです。じゃあとりあえず乾杯しましょうか。お、よりキャンプを楽しんでほぐれていただこうかということで、プレゼントを用意して、はい、そんなお近づきの印に、こちら、申し訳ないです、ありがとうございます。僕らがいつも使ってるビールのパイントグラスと、めちゃくちゃ美味しそうに飲むやつだ。すごい、トレーナーが入ってるんで。トレーナー、はい、嬉しい。今日僕らが着てる、おしゃれ、これの色違いがいいんですか、はい、ありがとうございます。これで完璧、キャンプ女ですか。あー、もうかわいい、やばい、嬉しい、かわいい、サイズ感最高、ありがとうございます。今日ノンアル飲まれ、ありがとうございます。弱いけどちょっとなら飲めます。あ、飲みます。せっかくこれ今から飲もうか、お、いいですか。はい、確かよ、西澄さんのチャンネルだもん。いや、嬉しいな。よしよしよし、これ僕らの子供の頃から住んでた場所で作ってるクラフトビールなんですよね。最高。それはカンシャロビアさんですけど、それとコラボさせてもらった作ったビール、もうなんか地元高校でもあります。いいですか、いいですか、あ、いいですか、させてもらっても、いただいたグラスで、これでショウコ飲むじゃん、うん、いちいち挟むからな。ありがとうございます。これ僕持って帰るね、マジで。俺もちょいちょい今帰って。じゃあ、じゃあ僕が注がしてもらいます。いいですか、はい、ありがとうございます。すみません、かわいい、ドクロの柄、はい、はい、そのラベルと同じ柄、同じ柄。あ、本当だ、おしゃれ。お酒マンっていう愛称でやらせていただいてるんですけど、お酒マンの森に迷い込んだりされてますもんね。そういうことですね。うわー、美味しそう。骸骨になるまで今日は最高。僕らも全然手伝って、全然そんな、してください。いや、いいんですか。じゃあ持ってよ、俺も。あんまりついたことなくて。あ、全然、うん、色はいいですね、このビール。そうなんですよ、濃くてね、もうこういう色から味わいから一緒に作ってって、美味しいビールを作ったっていう感じ。パンパンに入れちゃったり、ありがとうございます。よいしょ、イエーイ、はい、じゃあ失礼しますね。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、本当に今日楽しみにしてたんですよ。いや、もう孤独なご飯をいつも癒してもらってたんで、ね、夜しか寝れないですね。夜しか寝れないですね。ちゃんと寝れてる。ありがとうございます。ちゃんと寝れてる。乾杯します。やったー、うわー、嬉しい。それではじゃあ山本さん、はい、いいですか、お願いします。乾杯の温度をかけてもらいます。はい、僕はいつもこういうキャンプと乾杯をかけてキャンパイで
やってますんで。もう夢のよう、それですよ、憧れの響き。これはちょっとあの、ショコタンにも、はい、やってもらいたいと思います。はい、じゃあ今日一日楽しんでいきましょう。キャバイ、キャバイ、キャバイ、よろしくお願いします。お願いします。やったー。うまい、うまい、ごくごくいけたの初めてです。あ、本当ですか。ビールに憧れてたけど、これトロピカルですね。本当にトロピカルな感じで、IPA っていう、うん、種類で、うん、そうですね。今回ですね、はい、地元に結構このイチゴが有名なんです。で、イチゴ大福が好きだっていうのを体験して、結構有名なイチゴプラザっていう場所があるんですよ。ここで大量に買ってきました。美味しいなー、シーズの名物、すごい、めちゃくちゃ美味しい。今日の一発目はあのいちご大福でスタート。最高、キャンプでいちご大福楽しんでいこうぜ。天才だった。キャバイ、あんなに美味しそうなものを見つける天才ですよね、皆さん。本当にすごいずっしり。待って、もう屋外でいちご大福食べるの初めてだ。いただきます。かわいい、かわいい。こんなに絵が可愛くなる日がねえ、うちらのチャンネルであるとは思いませんでした。本当ですよ。すごいイチゴの果汁がぶわっときますね。はい、僕らのこの生まれ育った伊豆の国はイチゴが有名なんで。伊豆すごい、はい、うん、やっぱ外で食べると800倍美味しい、本当に。うん、まだまだ好きなものを用意させていただいてるんで。はいはい、どうなっちゃうんだろう、うん、どうなっちゃうんだろうね、おたくん。いやー、バッチリっす。一つご報告があります。一生見てられる。多分ね、画面の向こう側のみんなもそう思ってると思う、うん、はい。いやいやいや、もう本当にもう家でダラダラしかしてこなかった人生に初めてこの太陽の光と栄養と幸せをいただいてます。ありがとうございます。トークが上手なんだよな。え、職業何ですか。ろくなこと言ってないな、中野の引きこもりでした。何もしてないな。なんかお酒がたくさんは飲めないけどこんなに美味しそうなんだとか、うん、あ、このお肉の調理とか海の幸こんな食べ方があるんだ、うん、素材たちも生まれてきて喜んでるだろうなみたいな、うん、いろんな感情にさせてもらってて、このチャンネルに雪中キャンプとか、うんうん、見たことない世界をいっぱい、 YouTube ってすげえって本当にいつも思わせてもらって感謝です。ちょっともう俺ダメだ。今日はもうダメだ。ダメだ、もう今日は飲もう。飲もう。もっと楽しんでもらうためにじゃあちょっと焚き火も用意してるんで。ああ、憧れの体験をしていきましょう。焚き火体験。本当に嬉しい。はい。もう安全にやっていきましょう。憧れてました。やりたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、うん、うん。ちょっとちょっと。ドラクエっぽい。ショコタンには。はい。薪割り体験を。してもらおうかなと思って。夢だ夢、嬉しい、ありがとうございます。はい、ちょっと新品のグローブ持ってきたんで。グローブを装備するんですね。何触ってるか分かんない手で僕ら普段使ってるんで、ね、そうです、ちょっと日本語怖い。そのまま差し上げます。ありがとうございます。あ、やっぱ返してください。面白い。で、こちらが斧で、じゃあ僕が一発目ちょっと一発目僕が、はい、あのデモンストレーションについてる。ドラクエ以外で初めて見たよ、この斧。今日はちょっとあの簡単に割れるあの木を持ってきたんで。うわー、木って実物綺麗なんだな。ちょっと待ってくださいね。これ立たせるのが立たない。ねえ、これをちょっと巻き置き台、巻き置き台をちょっと高さを調整すれば置けたり受けたりします。お、もうこれあの今日は簡単に折れると思うんで。斧だ。あの足ちょっと開いてもらって、ほう、でこう当てがって、うわすごい。ジャストミート。こんな感じでこんな綺麗に割れるんだ。やってもらおうかなと思います。いきますかね、初心者。はい、じゃあ立たせるところから。ありがとうございます。立てこら。あー難しい。あ、うぃー、立ちましたね。ありがとうございます。投げてなかったのに。立たせていただき、ありがとうございます。腕をこう、はい、でもうちょっと後ろ行ってもらって。当たるかな。外した時も足に当たらないぐらいで。運動
神経悪い芸人に女一人だけ呼ばれた経験があるって当たりますか、大丈夫ですか、はい、でも軽く当てればそうだね、割れると思う、怪我しないように気をつけます、はい、真ん中狙えばいいんですよね、はい、せーの、えぇーげもう一回、うわー、うわー、生まれて初めて巻き終わったやったー、人生のレベル上がったかも、体勢体勢体勢おかしい、体勢おかしい、体勢おかしい、めちゃくちゃ嬉しい、こんな感じで細かい薪を作って着火していく、はい、うん、すごい、じゃ次の体験はフェザースティックもちょっとやってもらおうか、そうだね、本当に人生の夢なんですそれ、フェザースティック、うん、憧れてます、夢がいっぱいあって素敵ですね、ですね夢って叶うんですね、ちょうどいい木を選んでもらって、うん、ここで当てがって、でここからこう持ってくると細く細く、うまい、こうやってやって、はあ、よくちぎれない、鳥の羽のように作っていくんですね、これをやることによってやった方がいいんですね、そうですね、火に火がつきやすくなってくる感じで、うん、よくちぎれずに、あ、もう ちぎれたりもするんですけ ど、すごい、なんか和食の専門家みたいな作業ですね、ちょっと何言ってるか分かんないですね左手で持ってで、このこう、この持ち方に、はい、重い、すごい、角、いくぜ、お、お、あー、うず、折れた、あ、あ、この根の方が切る方が切りやすいかな、あー、ちぎれてっちゃう、これ上手い人って黙々とずっとやるじゃないですか、うん、すごいですね、全部ちぎれてく、ここ使うよりも全体で、全体で、うん、逆の方がいい、あ、左利きだよね、私そうなの、そうなんです、ちょっと持ち替えさせていただきます、あ、上手、あ、こっちの方がいいややっぱいい、いいいいけど鰹節みたいになっちゃう、あ、全部取れた、いやでも、ね、上手だね、上手、すごい上手ですよ、こういう感じで鳥の羽を作って着火に使うっていう感じですね、上手い人って細い気がしますけどね、もう本当上手な人はすごい繊細なやつ作りますね、ですよね、あ、でも上手だね、うん、やってるよ、褒められると伸びるぞ、伸びる、あ、でもなんか少しずつコツをつかんできました、いいライン引けると嬉しい、いや、めちゃくちゃ上手ですよね、ありがとうございます、楽しい、ありがとうございます、ちょっとできた、嬉しい、なんか夢が今日いっぱい叶う日だね憧れのフェザースティックです、やったこれね、使っていきましょう、ありがとうございます、次火起こしですね、では火起こし、山本先生すいません、あ、いいっす、メラゾーマ、あー、はあ、はい、ダクソか、なんと今回ショコタンがこちらの山形のお肉、うん、何キロですか、山形牛これ、え、本当に4万円ぐらいした、すごい、ぬしずりさんといえば塊肉と思って持ってきました、ショコタンの顔より大きいですよそれはガチ、ね、うわ、これを今から焼けるんですね、ここで、はい、じゃあ焼く動画の方はチョコタンの方のチャンネルで、おチャンネルで、おチャンネルで、はい、ぜひご覧ください、お願いします、じゃあやっていきましょう、やりましょう、よろしくお願いします、やりましょう、やっぱりよいしょ、よいしょ、よいしょ先ほどキャンパイして中川翔子のおチャンネル撮り終えたんですけども、なんと寝ました、気持ちよく、まあ、これもねキャンプの楽しさの一つ、ただこれじゃ僕らの動画がキャンパイで終わりになっちゃう起こしてもいいですか、起こしてください、翔子、翔子、ダメですね僕らの動画撮ってもいいですか、はい、え、寝てた、太陽が虹色になってる、寝たじゃん、寝た、リアル1時間弱、え気持ちいい、これがキャンプです、いや、もうそれもそれもキャンプです、外で寝るとか初めてですよマジで、気持ちいい、めっちゃ、じゃあ僕らちょっと何品か作っていくんで、え、食べながらまた、うん、
ソフトドリンクでもいいんで。やったー、キャンパイしましょう。キャンパイしましょう。やったぜ、やったー。鍋と鍋、あと静岡ならではのものをちょっと同時に作っていこうかな。すごーい、すずりチャンネルの本領発揮。そうです、あなたが寝てる間にすごい準備しました。ごめんなさい、おいしいガチで姫うわー、おいしそう。アサリ、これうまいですよ。いいですね。キさん好きなんじゃないですかね、うん、あ、辛いの大丈夫か。大丈夫、大好きです。大好きですよね、うん、それをもう調べてたんで僕は。ありがとうございます。じゃあ今日はちょっと辛い鍋を作っていこうかなと。最高すぎる、大好き。本当にさ、なんか寝て起きてすっきりしてるもん今。すいませんね、本当に。全然ちょっと寝ると気持ちいいんですよね。いや本当気持ちいい、すっきりして。私本当に今日何もしてない。ただのニート。寝て終わり、ね、寝たもんね。寝たってすごくない。ちょっと髪の毛直しましょう。直しましょうか。帽子、僕の帽子かぶっときますと。整えて。ヘイヤマト。あ、かわいい、かわいい、かわいい。楽しい。じゃあやっていきましょう。お願いします。座ってるだけで楽しいってすごい。わ、美味しそう、鍋の感じが。鍋でも美味しそう、うん、今日火鍋をやろうかなと。火鍋美味しそう。しかもキャンプでやる簡単火鍋を今から作っていこうと思います。火鍋ってお店でしか食べられない食べ物だと思ってたけど、できるんですか。なんとできるんです。うわ、すごい。さすがのしずり、できるんです。火鍋のスープを、ちょっと開かないんで開けてもらっていいですか。開いた開いた、イエーイ。これあの業務スーパーに売ってるフォアジャオラージャンっていう。すごい、この火の光で赤く透き通ってめっちゃ綺麗。これ入れてきます。シミカラですね。うん、シミカラ大好き。ニンニクも入れてきます。うわ、ちょっとかがしてます。どうぞ。くちゃかわいい、かわいい。大瓶の美味しそう。あ、もうグズグズなってる。早速ニンニクも多めで。多めがいい、ね、チャイの大好き。すごい、うわ、香りつけてね。巻きの、いい匂い。もう美味しいですよ。もう美味しい、これですか。うん、いいっすよ。いいんかい。で、ここからちょっとキャンプならではなんですけど、うん、僕は簡単に作りたいんで、うん、めんつゆ。いいね、めんつゆ万能、えらい。もう目分量で、後でもし薄かったら足してよかったら。ここにお水入れてきます。開けてもらってもいいですか。今日唯一の仕事これ。シャイ、よいしょ。ありがとうございます。フリーがどのぐらい、ストップというまで入れてもらって。オッケー。あー、美味しそう。まだまだ、はい、OK です。いい、よっしゃ。いや、もう本当に料理のセンスが YouTube 界ピカイチですよね。いやいや、吉釣りは、いやいや、で全部美味しそうじゃんね。なんかさ、この薪がいかんのですよ。これで、ね、眠くなる、このフットレスト、レスト。これはね、もうセーラームーンで。セーラームーンがちょっとかわいい炭火カラーになってます。ちょっとムーンライト伝説だってもらっていいですか。ごめんね、素直じゃなくて夢の中ならいえる思考回路はショート寸前今すぐ会いたいよテレテレ泣きたくなるよなムーンライ電話もできないみたいだって順序をどうしようハートは万華鏡キャンパイ。うわー、ありがとうございます。これはキャンパイ、これはキャンパイ、はい、ちょっとビール入れてきますか。ちょっと2つまで待つんで、うん、了解です。キャンパイしていきましょう。なんか寝たら、寝て起きたらシラフになってる。お、飲める、飲める。お、ダメだよ。ダメだよ。ノンアルチューハイ持ってきたんで。いいですね、飲ます、うん、したいです、うんうん、じゃあ乾杯ですね。乾杯しましょう。もう何回もしましょう、キャンパイしましょう。もうノンアルなんでガブガブいっちゃってください。ガブガブいきますよ。僕はもうノンアルなんで、つぐつぐつぐ。ああ、ありがとうございます。では、一眠りした後のキャンパイ。キャンパイ、キャンパイ。うまっ、うまっ。こんなに喉使ったの初めてや。普段お仕事だとメイクさんが細かく入ってくれたりするじゃん、うんうん、YouTube だとすっぴんもさらすわ寝るわってもう最高だね。もう縛られずに行きたいね。僕らは縛ってもらおうかじゃない。逆にね、うん、ね、2人とも変態ってすごい。ちゃんとちゃんとさ、申し訳ございません。こんな仲良くなれて嬉しいよね、本当。
いやこちらこそですよ。見ませんね、あのズルチャンネルさん急にお邪魔して謎のニートが。いや今もうみんなニヤニヤしながら見てます、ね、ニヤニヤ。でもやっぱ虫ズルチャンネル見る人はお酒飲むの好きな人が多いですかね。多いですね、おそらく。もうベロベロになって見てください今回は。しかも9割ぐらい男性が見てくださってるんで、うん、あの今すごいエッチな感じで見てると思います。もうさっきね、おチャンネルの方で仲良くなりすぎてね、もうヘイヤマトって呼ばれてるから、ヘイってヘイだけで動いてくれる。もうそんな下僕ですもんね。下僕ですよ僕らは。飲むか。飲みましょう。飲みましょう。このまま入れとこう。全然蓋できないこれ。見てた。さすが。もう何でも OK。よいしょ。待ってない。うれしい。うわーうまい。私じゃないみたいだね。ほんとキャンプ界の神の皆さんにこんなにしてもらって、私本当にね、どうしよう、来世で恩返ししますね。いや今夜でいいっす。キャンプ癖強えな、吹き方の。あのこの風の方が強いんで大丈夫です。逆立たず。もう今日は座ったまま終わろう。では中川さん、キャこっちの方で僕ら静岡のもう代表的な B 級グルメ富士宮焼きそばを作ってきます。おいしいぞ。最初からほっとやった。富士宮焼きそば食べたことあります？聞いたことあるだけだと思います。うん、じゃあ作っていきましょうか。すごい、ぬしずりの作る富士宮めちゃくちゃ美味しいですよ。そうですよ、山本くんが作り合わせがうまいんですよ。でここにあの焼きそばの具という肉かすって言われる肉かす、まあ、これもあの油を揚げたやつなんですけど、おいしい。これがまた旨味を出してくる。うわー、うまそう。こいつも入れていきます。よいしょ。うわー、ジュワーとなるわけだ。この後この後あの油が出て、タイの効果よ。サイヤッコー、サイヤンドコー、イエーイ、イエーイ。私史上一番パリピじゃなかった今。最近ハマってるアニメとか、ま、漫画は何あります？アニメとか漫画、うん、あでもガンダムっすかね。あ水星の魔女を見て、あ見た見た。それで最終回のやめなさい、あれだいぶショックでしたね。見た見た。ね、あれのおかげでファーストにハマれたから。あそっからファースト行って、う今行ってるんだ。今行ってる。うわデータまで来た。あでハッシュにも全部は見さした。豚肉入れていきます。豚さんこんにちは。じゃあちょっと半分目でいいかな今日は。あすごいカス油さんがサクサクになってきて、これがまた食感と旨味を出すんですよ。いい匂いする。火鍋もいい感じです。塩こそあります。塩コショウ、塩コショウ、あったあっ、おいしい、やった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 、時間越しでぶっちゃった。うわ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 。あの今日ずっと思ってたんですけど、すごい昔からいろんな活躍をされてるじゃないですか。えそれでもなんか夢が叶ったっていう風にずっと言ってるのはすごいなと思って。夢叶いました、うん、僕たちも夢、通路をずっとそう掘ってたぐらいの感じ。叶えていきたいですね。うん、最高、はい、そんな貴重な経験ありがとうございます。やばいやばい。ふぅ、うめっしょ、うまっ。うぅ、なぁ、まあ、人でも乾杯できる、最高。いやー嬉しいね、感無量ですよ、こっちも。荒川製麺の方の富士宮焼きそばの麺を、うわーバーソーも冷やしちゃう。バーソーも冷やしましょう。中山秀さん、直伝のやつ、そして3人で入れて、ここも入れちゃってください、ドバッと。失礼します。ヘイ箸開けて。使えねえ。こいつ使えねえな。本当のニートだ。本当の。
うわ、美味しそう、蒸し麺。蒸し麺で、これが特徴的な、うん、麺なんですよ。本当だ。すごいコシがあって、うん、美味しい麺なんですよ。うわー、うわー、もちもち、すごいホクホクの出てきた。美味しそう。うわ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。うわー、こんがり。うまそう。この炭火のおかげでなった。じゃあガブッといっていいですかね。いただきます。あんま、もっちもち、ねっとりもっちもち、すごい。皮むいてねっとりってやめてもらっていいですか。地獄に落ちると思う。ここにソースいきます。うわめっちゃ美味しい。いい匂い。屋台みたいになった。独特な麺の硬さがいいんだよね。うん、これにもう慣れちゃうと、もう普通のやつば食うと、うん、物足んなくなってくる。火鍋オープンの瞬間を皆さんで一緒に見守りましょう。よろしくお願いします。いますよ、はい、せーの、オープン。うわー、ガツガツ、美味しそう。めっちゃグツグツしとる。火鍋ですね。火鍋ですね、これこそ。美味しそう。富士宮焼きそば、長手羽の。何これ。だし粉ですね。だし粉、イワシとかサバの粉と青さが入ってる。青さ、うん、美味しそう。これかけて出来上がりでございます。うわー、美味しそう。ダバッといくんだ。ダバッといっちゃって。美味しそう。よし、食べていこう。行きましょう。はい、どうぞ。やったー。めちゃくちゃ美味しそう。こんがりしてるよ。だし粉もいい香り。いただきます。どうぞ。どうでしょう。ギガンティックウマス。出た、ギガンティックウマス。うん、おいしそうにしてる。最上級。火加減とか天才。ちょっと僕ももらっていいですか。あ、ごめん。大丈夫。じゃあこれで。あ、ラストラストラスト。雑だな。あんまない。大丈夫。とりあえずこれで。ない、ない。じゃあ焼きそばに。乾杯。乾杯。乾杯。うまっ、幸せ。火鍋の方行きますね。ウーシャンフェンも入れたんですか。めっちゃ美味しそう。少々お待ちを。ん、どうした。リターン。皿を温めたんですよね、今は。そう、皿を温めた。ここに何、これも業務スーパーに売ってる、うん、ウーシャンフェン。ウーシャンフェン初めて見た。八角とかホアジャオとかいろいろ入った粉なんですけど、これ入れると一気にその本場っぽくなるというか、あの世界になる。あの、プロのやり口じゃないですか。それをこの簡単にキャンプでやるっていうのが、本格味になるんですよね。うん、焼きそばが一瞬で消えた。うわ、ありがとうございます。はい、中川先生どうぞ。いいんですか、はい、おいしそう。え、カブがもうお箸で持っただけでホロホロってなる。すごい。いっちゃってください。いいですか。お願いします、はい。まさか外で火鍋食べれる日が来るとは。いただきます。うーん、うーん、アルティメットビッグバンウマシャリオス。これは初めて。本当によくこの塩味の感じとかすごいですよね。あんまり味見せずやってるじゃないですか先生。感覚があります。出た。これ入れてもらっても。うわ、お好みで。1から10がありますけど、何からですか。ちょっと外で10からやると私帰りが心配。デイデイ、結構入れたな。あー、おいしい。より美味しくなった。ホット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 。アサリの出汁とタラが、うん、いい出汁出すんですよね。働いてるよ。うん、これはさすがに、これはさすがに、うん、ちょっと前失礼しますね。本当に乾杯しましょうか。これはさすがに本当に火鍋に乾杯。乾杯。うん、あんま、あ、本物のキャンプ愛聞けてるんだけど、すごいな。ではでは、うん、スイーツを。スイーツ
デザートまであるんだ。まだ食えます？余裕です。何 LDK ですか？ 6LDK です。 6LDK ですか？いけます。リノベした？リノベしたね今。次は何ですか山さん？次はですね、バナナ。バナナをキャンプスイーツにしていこうかな。キャンプスイーツすっごい。こんなことできるんだ。できるんです。よいしょ。うわぁ、くっと入れてね。全然見えてないけど真ん中行ったのか。うん、中分。 OK です。ここにみんな大好き大好物チョコレート。あ、チョコ好きですか？大好きです。チョコにまみれてしまいたい。うまっそ。もうなんかもう拾おうとしてもうやめれますもん。何か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 拾いたくなっちゃう。何か僕もずっと我慢してます二人とも。ちょっとバナナにこの濃厚なチョコを入れてもらっていいですか？いや普通に言っただけでしょ。今普通に言っただけでしょ。今中の感が悪いぞ。これをもうぶっ刺しちゃってくれ。これにチョコを。はい。いけます、手元。めっちゃ美味しそう。これに、はい、こういうこと？そうですね、もう。ぶっ刺した。もうちょっとグッといっちゃってもいいかもしれない。グッと。あー。逮捕逮捕。リンクしてる？これ結構僕らのチャンネルの最初の方に再生グワーッと伸びた動画の中で出てくる。スイーツで。すごい。これを。分ができましたよ。そのまま中川先生の目の前に置いちゃってください。え、ここに？はい。うん、よいしょ。美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。リンクすな。チョコが溶けてしまうのでは。溶けたチョコが一番好き。どうなることやら。楽しみですね。楽しみすぎる。その顔なんで。その顔なんで。顔でもはや。顔 NG。顔 NG。顔できん。買って入れて。びっしり綺麗に入れた。先生お願いします。これ。ひゃい。うわっしょ。おいしょい。おいしいぞ。やっぱ入れ方うまいな。すごい。綺麗。綺麗に並んでますね。うん、これがうまいんですよ。ちょっとしばらく時間が必要なんで。うん。ゆっくりとね。こっちの方でもう一個作ってきます。何？このよく見る三本入りのみたらし団子と。うん、豚バラ。なんでスイーツタイムになんで豚が思うでしょう、うん、これ一度食べてください。本当飛ぶぞ。飛ぶ飛ぶぞ。もう簡単に飛ばねえぞ。普通さ、豚で巻くのってナスとかさ、アスパラとか、アスパラとか、とかエヌキとかでしょ。なんと今日はみたらしを。なんで今日はここに置いちゃいましょう。コラボ、コラボでいきましょう。すごい。でここに塩コショウ先生。塩コショウ、どこだ。塩コショウ先生、よいしょ。やった。で僕回すんでかけてもらって。よっしゃ、いきます。共同作業。オッケー。いやー、オッケー。いやー、オッケー。やってます。よいしょ。うわ、グツグツしてきたバナナが。美味しそう。うまそうですね。うん、チョコも溶けてる。水分と焚き火の熱で煮込んでる。食べていきましょう。やばい。ありがとう先生、出来上がりました。 ありがとうございます。うわ見て。何この食べ物。引きこもり人生にはなかったもの。みたらし団子の豚バラ巻きでございます。豚バラ巻き。暑いんで。そんなことしてるの。めちゃくちゃ暑いんです。夫婦夫婦しましょうか。あ、さっきの皮膚気の感じが残ってる。いただきます。はいよ。うん、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 甘くてとろとろ。うん、スイーツだった豚さんなのに。うわ、イエーイ。めっちゃうま。すごいこの食べ物。すごいっしょ。なんたる美味しさ。初めて食うとびっくりするんですけど、乾杯。乾杯。バイバイバイ。甘じょっぱくて、またお餅がこんなに柔らかくなるのかっていう。びっくり。炭火で豚さんと一緒にこんな柔らかくなって、うん、なんでこの甘さと塩味がこんなに合うの？ね、
なんか常温でいつも何も考えずにひょいパクって食べてる時の素材じゃない、もっちもちになる。ではでは、すね、あいちゃい、あいちゃい、美味しそう。こちらを切らせていただきます。大好きな溶けたチョコだ。こりゃうめんだよな。とろとろよ。うわ、はい。佐賀家さんの時にマシュマロを食べてましたもんね。食べました、美味しかった。じゃあもうこれガバッといっちゃってください。ガバッと、うん、おいしい。ガバッガバッ、これガバッといっちゃっていいですか。じゃあ美味しそうな真ん中から。はい。うわー、とろっとろだ。やばい、本当の大好物がここにある。今いただきます。めちゃくちゃ美味しいですよね。バッカルコーンうます。何向けて。バッカルコーンうます。バッカルコーンうます。うん、結構上位のやつですかそれ。結構上位ですね。うわー、溶けたチョコが熱々でバナナがトロントロになってる。すっごい。これは何ですか。これはキャンプアイ。キャンプアイ、キャンプアイ。よいしょ。またバナナが甘みを増して、本当になんか何だろう、もうよくこの表面張力保ってるね、形よってぐらいもうトロントロになってて、うん、でもう一個食べていいですか。どうぞどうぞ、うん、考えちゃってください。あ、まあ、こんな美味しい食べ物あるの。すごい、これ美味しい。本当に忘れられないレベル。この後もう一回寝て夢に見るやつ。うまっ。ちょっとごめんなさい、止まらん。どうぞどうぞ。耐えられない。これ今もう 8LDK ぐらい。もうあのね、もっともっとあのビル建てる。ビル建てる。タワマン建った。いや嬉しいな。本当に美味しい。涙出てきた、美味しすぎて。どうですか、楽しめたですか。美味しすぎて泣くっていうことが人生で数回しかないんですけど、今日ありました。うわ嬉しい。マジ美味しい。どこ抑えてんだ。たまたまです。たまたまです。やめるよ。どうですか、4品今日作らせてもらって、うん、美味しかったですか。全部夢みたいに、天国みたいに美味しかったです。あ、嬉しい。もう本当に憧れの主釣りさんに全部作ってもらって最高に美味しかった。なんか生きててよかったっていう感情が溢れる日でした。本当に楽しかったです。うん、ありがとうございます。その日が暮れるまでね、ずっとみんなで笑って喋って、まあ寝たけど。楽しすぎるし、美味しすぎるし、こんなに喜んでいただけて僕らも感無量ですね。いや本当だよね。熱々の溶けたチョコが一番好き。憧れの YouTube やってるといろんな方と出会えて、うん、ね、それでまさか隣でキャンプをできる日が来るなんて思わないですよ。口のセリフですよ、本当に。みんな家族もびっくりして、うん、ひっくり返ってました。本当に、はい、ひっくり返ってました。令和にひっくり返る人いるんだ。だってもうコラボ快諾してくださってね、ダメ元だったんだよね。こんなにしてもらってどう恩返ししましょうね。なんかまた美味しい食材を、はい、ね、本当に楽しかったです今日。ずっと笑ってた。うん、初コラボなのにフュージョニングがすごいね。カメラ回ってないところでも、うん、ずっとわきあいあいと撮影ができて、ね、もう食べないんですか、食べないんですか。あ、もう、うん、皆さんに食べてもらって。優しい。もうおもてなしも僕ら大好きなんで。絶対天国行けると思う、はい、本当に。下ネタとあのこのおもてなしで、あの拮抗して今拮抗してギリギリ地獄。それはある。間違いない。さっき肩殴った時地獄だった。最高。こんな綺麗な方と、ね、こんな楽しい撮影キャンプができて、ね、キャンプいいですね。二人で聞かせていただいても本当にキャンプ愛ですね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃ最後に乾杯しましょう。そうですね、中川大先生よろしくお願いします。はい、こんな素敵な最高の思い出ができた一日にキャンプ愛、キャンプ愛、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひあのしょこたんのチャンネルの方もあ見てください。そちらではすごい肉焼いてます、ね、すごかったね。、うん、でも焼いてもらった。またじゃあよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイバイ。トゥトゥルトゥトゥルからのバナナバナナ。
1本全部食べちゃった。嬉しいね。1本、うん、